エルスドルフは、ドイツ連邦共和国ニーダーザクセン州のローテンブルク、軍に属す、町村でザムトゲマインでチェーフェンを形成する自治体の一つである。バーデンホルスト、ボックホルスト、エーエーシュトルフ、フランケンボステル、ハッツテ、ニュンドルフ、ポイッツェンドルフ、デュスペル、ホルケンゼンの各集落がこの町に属す。エルスドルフは、1130年にエリストロップとして、 初めて文献に記録されている。エルスドルフの長儀会は13議席からなる。エルスドルフの紋章は上下に分割で、上部はさらに左右に分割されている。向かって、左上は青地に赤い盾を持った銀の騎士で、盾には銀の十字が描かれている。向かって、右上は金地で銀の十字とゴブレット。下部は銀色の開口部を持つ赤い城壁が描かれている。 アウトバーン A1 号線がエルスドルフの街を通っている。また、現在は貨物路線となっている鉄道ブレーマーフェルでローテンブルク線にも面している。この街の重要な企業としてはハイデブルーメ乳製品工場エルスドルフローテンブルク AG とエルスドルフ食品 AG が挙げられる。ありがとうございます。